い、プレスリーちょっとね直していきたいと思います。ドライヤー修理ですね、今回は。はい、ドライヤー、まずはテープを塞がずにやっていきたいと思います。約10分ね温め続けました。結構熱くなってますね。くせえ、ハンダの匂いがするな。ということでこれをね、まあしばらくこのままにして放置というわけです。はい、20分ぐらい経って、30分経ったかぐらい経ったんで、まあ熱も収まってきたんで電源ねちょっとつくかどうか試したいです。試していきます。はい、動いた。マジかマジか。動いた動いた。何もつなげてねえぞ。おいおい、マジか。はい、プレスリーをね HDMI でつなげました。電源つけまーす。おお、コントローラーがないっていう。どうしよっか。切れましたけど。コントローラーがないんでどうしようもないですね。まあ、とりあえず復活したようなのでドライヤー使いますね。これはプレイステーション3でした。